はい、皆さんこんにちは。エンプラチャンネルです。毎回毎回ね、旬な話題とは程遠いということでね、話題を提供しているエンプラチャンネルなんですけども、今日はね、ちゃんと趣旨に沿ったようなものを紹介したいと思います。今日はですね、テレタビーズ、1997年イギリス BBC 制作ということでね、子ども向け番組なんですけども、当時ね、その年代ですね、何があったかな、アメリカで UFO がよく発見され、なんかよく見かけたなんていう話題になってたりとか、イギリスでいうとダイアナ妃がね、交通事故で亡くなったりとか、なんかそんなような年ですよね。まあ介護の仕事やってるとね、たまにそういうね、時事ネタみたいなやつをやったりするもんですから、まあそんなとこなんですけども、まあその年代、平成でいうと9年とか10年とか、そのね、平成の9、10、11とか、そこら辺にね、購入したもんだと思います。まあ、当時こんなテレビ番組があるなんて全くわからない頃ですよね。これなんだろう、この気持ちの悪いような、可愛いような、なんかよくわかんない。よくね、これ日本のサブカル系の店ですね、ビレッジヴァンガードみたいな、ああいうなんかちょっとね、海外の雑貨なんかを売ってるようなお店にね、オブジェとしてポロポロっと置いてあって、まあ、そこに値札がついていてね、なんかなんだろうみたいな感じで、買ってきたもんなんですけども、まあ、今メルカリですとか、ヤフーオークションとかで見ても結構お安くね、購入できるようなもんだと思います。どこで見つけてきたって言っても、これこの間ね、北海道に行くときに、スーツケース久々に使わなくちゃと思ってね、ポロッと出したら、ボロボロボロってこんなものが出てきて、なんかもう使わないものをその中にね、もうなんか場所があったらなんか詰めてあったんだろうなっていうところで、こんなようなものがいっぱいボロ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 出てきたもんですから、紹介してるって感じなんですけども、まあね、レア品ですし、もうこれ結構お宝なのかななんて思ったらね、結構かなりお安い、1000円とか2000円とかで、みんな出品されてて、誰も買い手もつかないなんていうのがありますけども、これ当時ですね、まあお店によってはですね、もう、バラ売りしてたりとか、適当な売り方してたんですよね。私が買った時もね、まとめてビニール袋に入れてもらって買ってきたんですけども、まあこの商品のちょっと注意点ね、懐かしいな、テレタビーズ懐かしいな、まあ、今最新作の方が出ていて、ネットフリックスとかでね、見ることができるらしいんですけども、まあ、新作のはね、私見たことがないので、なんともなんともなんですけどもね、まあこれね、メルカリさんとかそういったところで購入するときの注意点としてはですね、この4人が揃ってるっていうのはあるんですけど、まあ、こういった状態で出てるところが多いんですよね。でもこれはね、4人セットじゃなくて、必ずこのウサギがついてると、これがポイントなんですよ。このテレタビーズっていう作品にはですね、よくこいつらがね、ゴルフ場みたいなところをコロ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 歩いてるんですけども、そうするとウサギがね、ぴょこ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 飛んでると、そのウサギがいることによって、この子らがね、小さく見えるような錯覚を起こしてるんですけども、この着ぐるみ自体がですね、超巨大でして、なんか普通の人間が入ってる着ぐるみだからね、ちっちゃいもんかと思ったら、結構これですらね、1メーター50ぐらいあるんじゃないかなっていうぐらいのね、巨大なぬいぐるみなんですよ。こいつに至ってはもうそれどころじゃないぐらいのね、一般の人がここに顔とか出してる写真とか見たことあるんですけども、ちょこっとね、本当に ちょうどみたいなサイズ感っていうのかな、ウルトラマン、昨日のウルトラマンで帰ってきたウルトラマン出して、これじゃちょっとちっちゃすぎるかなと思うんですけども、まあ、こんなもんですよ。着ぐるみがね、普通の人がこのサイズだとしたら、これぐらいの着ぐるみに入ってるんですよ。まあ、それがね、なんかちゃんと歩きにくいとか、そういったところがね、可愛らしさを出しているというところでね、ウサギこんなにでかくはないんですけども、劇中のウサギはもっとちっちゃいですけども、それでもね、なんか巨大ウサギを使って撮影してるらしいんですよね。なんか、巨大なウサギが向こうにはいるみたいでして、まあ、犬みたいな大きさのウサギってやつですか、ですからね、このウサギのせいでね、すごくこの着ぐるみが小さくね、見えるんですけども、実際このウサギがすごくでかいっていうのがポイントなんですね、このテレタビーズという番組は。どうでもいいような話だけどね、
ということでね、これ出しておおと思ったね、ほこりまみれだし、もうとにかくなんか変な液体が染み出ていてね、なんかこのテラテラしてるようなところがあると思うんですけども、これなんか変な液体が染み出てきましてね、なんかベタ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 してるんですよ今、まあ、それでちょっと気に入らないのでね、これからちょっとあの洗ってあげようと思ってるところです。はい、まあ、日本に入ってきた中ではこれが一番古いんじゃないのかなと思うんですよね、テルタビーズグッズの中では。まあ、テルタビーズね、嫌いな人も結構多くてですね、なんか気持ち悪いとかね、可愛くないっていうような声もあるんですけども、あれはね、当時売っていた、まあ、日本でこのね、何年かに前に、ずいぶん前ですけどね、テレビ放送されてたこともあるんですよ、日本でも。まあ、その時はね、同じようなものをテレビ放送していて、まあ、外国人との絡みの部分がね、やっぱり BBC の番組ですからね、イギリスの子供たちがいっぱい出てくるんですから、そこをなんか日本の子供たちに差し替えてるのかな、まあ、そういった番組構成をちょっと変えたりなんかしてたんですけども、まあ、ぬいぐるみの出来がね、まあ、タカラトミーさんが出してたと思うんですよね、タカラかトミーかどっちかははっきりしない、トミーさんかもしれないな、当時はタカラだったかな、まあ、どちらにしてよね、そこのね、ぬいぐるみの出来が今一つ良くなかったんですよ。それで、ね、そのイメージでね、あんまり可愛くないよねっていうイメージがあるのかもしれないですけども、電車が出していたぬいぐるみなんかすごい可愛らしかったのでね、まあ、ちょっと今度紹介してみたいなと思いますけども、まあ、そんなところでね、ちょっと日本に入ってきた最古の、最古はこれかな、あのこういったね、キーホルダーみたいなものもありましてね、これも同時に買ったのが、これとこのソフビみたいなものが日本にポロポロっと入ってきてて、まあ、あの気になる人がね、みんなこれなんだろうなんだろうって言って、向こうからねビデオを送ってもらったりとか、いろんな方法でね、今みたいにネットを駆使してどうのって時代じゃないですかね、1997年ですから、もうちょっとね、向こうの海外のサイトとかもまだね、インターネットもそんなにねちゃんと復旧してなかったような気がするな、あの時代はね、まあなかなかない情報を駆使してこれは何なのかって探ってたようなね、気はしますわ。私としてはね、あの日本でいうね、ブースカとかチビラくんとか、ああいう番組なのかなと思ってすごい気になってたんですけども、見てみたら完璧なね、グーチョコランタンとかあの辺の子供番組と似てるよったりのねもんだったなって言って、ちょっとがっかりしました。なんか、これ見た時につぶらやさんのね、チビラくんとかをねパクって作ってるのかなと思ってね、なんか不思議なね、秘密基地みたいな家にも住んでたもんですから、とはいってもね、 NHK が作ってるあの子供番組とかね、とはあの予算のかけ方が全く違うのでね、まあ、それなりにゴージャスですよ、なかなか面白い、見応えもあるし、まあ、嫌な人には嫌かもしれないですけどね、私は結構気に入ってますということでね、これからね洗ってベタベタを取ってあげたいと思いますということでね、旬な話題を提供しないエンプラチャンネルでございますけども、これからもよろしくお願いいたします。失礼します。